妻、秋の福と共に、沢康人3月18日昭和57年9月27日は、日本画家、秋の福と結婚するが後に離婚。日本画団体、創造美術設立に関与した。沢康人は、明治38年3月18日に、滋賀県酒田郡町浜城神戸で、洋品雑貨商の父木与吉と、母民の次男として生まれ、日露氏と名付けられた。 大正9年に京都画壇の中鎮、西山水章の内弟子となり、東京の美術展での入選を目指し、大正13年上京し、昭和2年に初めて定点に出展するが落選した。京都に戻り、西山水章が主催するが塾、青校舎に入塾し、秋の服と出会う。昭和6年の定点で、木が初入選し、以降4回連続入選を果たし、 この間昭和7年に秋の服と結婚し、昭和9年史である水晶が校長を務めた京都、絵画専門学校を卒業した。昭和15年、大舞東日展で、写影が特選。昭和18年第6回新聞展で、夕梅が特選となり、同時に野間美術奨励賞を受賞した。戦後昭和23年、新しい日本画の創造を目指す。 創造美術の結成に、上村昌光、山本求人、秋野福等と共に創立会員として参加した。沢は、創造美術で、意欲的に作品を発表し続け、写生を踏まえた叙情的な風景画を得意とし、昭和30年代初めから、海岸の岩壁、岩礁を描いた大作を出品、昭和五十年代になると描く大賞は、岩礁から馬原へと広がり晩年は、 い吹山などの故郷の風景を手掛けた。この間、昭和32年に秋の服との離婚が発表された。服との間には6人の子供がいた。昭和57年9月27日死去した。ありがとうございます。